どうも皆さん、こんにちは。バジャーと申します。すいません、ちょっと、録画機材の準備をしてたら、試合開始が遅れたんですけど、今回は、ランク戦にやっていきたいと思います。でですね、ランク戦でこの動画でですね、この前、紹介しま、1個動画を出しまして、ランク戦の星を取りに行く方法の、いう動画を上げたいと思うよ、みたいなこと言ったんですけど、まあ、今回はそれの第1回目となります。で、巡洋艦編ですね。今回はアンリー4世です。おそらく巡洋艦で取るんであれば、アンリーかなと。他の艦ってでも取れないことないんですけど、まあ一番取りやすいのはまあアンリーかなっていう感じがしますね。ということで、アンリーに乗っております。やり方はですね、できるだけ早めにエンジンブーストを開幕焚いて、外周に開いていきます。で、サイドを取りまして、相手の。で、そこから火力支援をしていって、展開を有利にするという方針です。注意点としましては、航空攻撃は食らってしまうっていうのとですね、あんまり距離が近すぎると避けられずに HP が減っていきますので、ある程度の距離を取って、火力を出していくっていうことがまず大事ですね。これが自衛に関する大事なことです。で、もう一個、これチーム連携っていう意味で大事なことなんですけど、もし勝ちたいのであれば、まあ、勝ちたいと思うんですけど、まあ、勝ちたいっていう時に、注意することとしては、味方の射線を気にすることですね。結局自分一人が火力投資するよりも、味方と一緒に火力投資した方がやはり、いいダメージが狙っていきます。まあ、もちろん前提として味方がその自分が狙ってほしい敵を狙ってくれるかは限りません。ですが、味方も、チートは使いませんので、射線が通ってない敵に攻撃を通すことは不可能なんですよ。なので、ミニマップを確認しまして、この自分の近くにいる味方、もしくはまあ自分が相手にしてる敵ですね。と、そいつに火力が、もうそもそも出せるか出せないか。だから通るか通らないかっていうのを確認します。例えば今こいつですと多分ここ通らないんですよ、島で。なので、こういう時に火力支援要請をしても無駄です。無理だからですね。だからそういう感じで、こいつに投射してほしい時に、こいつらが投射できるところまでちゃんと引いてくることが大事です。だからここは無理せずにこのまま引いてきます。よいしょ。で、このまま左方線すると、この島が邪魔になって、死んでしまう要因になり得ますので、右方線ですね。右方線にすると、島にぶつかってしまいますよね。右方線にすると、こう行きますよね。それは島にぶつかって攻撃することになるので、ここで待機しまして、こういう感じにしてから、こっちで攻撃できるようにします。で、このままバックで下がったり、こう逃げたりしますね。で、ここと、ここのクロスが取れるまではちゃんと引いてくるっていう感じです。伝わったかな？で、アンリーに関しては、できるだけ援軍がある状態で戦いたいです。その方が、あれですね。避けやすいんで。ただあれですね、今から一番厄介なのは、隠蔽が良くて、アンリーよりいいんですよね、隠蔽が。なので、どうしようかな。あんまり HP 減らしすぎると、そもそも火力が出せなくなるんですよね。ただ、このまま手をこまねいていても、自分の湯だめが増えないので、セーフさ取れないんですよね。さあ、どうしましょうか。リスクを負うのであれば、ここまで下がって、こいつを撃てるようにするっていうのを手として一応あります。ただそうするとですね、こいつらが詰めてきた場合に死にます。詰めてないですね。じゃあ詰めましょう。重力子エンジン。今、詰めるときに考えていたリスクが今、これで排除されましたので、詰めます。最悪、デモインが詰めてきてる可能性あるんですけど、まあ、デモイン相手だったら、まあ、五分五分からデモイン、近距離戦であれば、まあ、デモインのが若干上ぐらいなんで、まあ、出会って相手の方が上、もしくは腕が同等だったら、まあ諦める感じになりますね。この距離なら、
兄の方が有利。まあ、っていうような感じで、一応ね、個人の戦況判断練習にはかなり、まあ、うってつけとはなっております。ランク戦。ただ、いかんせん闇抱えやすいので、そんなに頑張る必要はないかなと思いますですけど、あれですね、一郎さんの、あれを、言葉を借りるならば、モチベーションがあるときはやっていいかなって感じですね。モチベーションがないときはやらなくていいかなっていう。ここまで開いてこいつ撃ちます。あいつも下がることしかできないんで。隠蔽に入られると多分見る手段がないんで、僕が見てあげないといけないんで、こうですね。重力子エンジン最大出力、逃がすな。一応 AP を装填しておきます。デモイン的には下がるしかないんですよ。前に行くと戦艦に撃たれるんで。なので、こういう風に下がるってことは、基本的に横取れるんで。で、僕がこう出てしまえば、逃げ道は前しかないんで、これで死にますね。詰将棋みたいですね。見つかったんでデモに出てますね。ただ、モンタナが、一応、フォーカスシーズだけ飛ばして、HE だったら、このまま全問で打ち続けて、AP が来たら全身右テンダーで避けます。なので、右テンの準備だけ入れといて停止します。あとは、微速前進と微速更新繰り返しておきましょう。適当に。で、ここの状態早く抜け出したいんで、装填ブースト使って抜け出しましょうか。AP 撃たれましたね。AP 撃たれたら、OKOKOK。前進だったんですけど、OK ですね。モンタナまだこっち見てないんで、ここはテンダーができる状態。今日だと思いません。こっち向きましたね。なので、この状態で、打っていきます。かなりここでリスクの高いんですけど、まあ、しょうがないですね。これデモインを見に行かないといけなかった都合上、この航路を取らざるを得ませんでした。なので、この状態から、なるべく生き残りつつ火力が投射できる、感じでいきましょうか。おお、HC か。基本的に、全問正射できる角度は基本的にどの艦艇もあれですね。ぶち抜かれると思っていいんで。一本で抑えろ。オッケーオッケーオッケー。重力子エンジン損傷？モンタナさえ倒してしまえば、しばらくは、多分、光線が起きませんので、ここで、ちょっとヨダメを食らってでも、たくさんダメージ出しておきましょう。もうヨダメを出すことでしか、セーフスター勝ちすることはこの船できませんので。これ減速して一本だな。あー、無理か。残念。まだ耐えるかな。本当は最安全のルートを取りたかったんですけど、デモイの都合上仕方なかったですね。で、あとは、ここで射程を伸ばしてることが役に立つんですけど、なるべく、遠距離で戦います。ここはね、ヨダメ出ないかもしれないんですけど、しょうがないですね。死ぬよりはヨダメ出るんで。お、てか、勝ちそうっすね。普通にアンリの解説動画になってしまったけど。でも、これだとあれだな。ストレス抱えないな。大爆沈。
一応、誰によだめ出すか迷った時なんですけど、基本的には、勝ちを目指すのであればか、勝ちを目指すのであれば、味方との射線が通せるやつですね。味方も射線が通せるやつを狙うべきです。で、よだめ意識、てかセーフスター意識なのであれば、たくさん火災をつけた方がいいですね。たくさん火災をまずつけたいっていうのと、あと、あれです。なんだっけ。同じよだめを出すんだったら、高い割合、同じよだめでも、高い割合の出せる、駆逐とか小型艦艇の方が、経験値稼げます。なので、セーフスタ狙いの時には、小型艦艇狙ってあげるといいです。だから、自分がその小型艦艇見えますよね。その小型艦艇に撃って与えられるダメージパーセンテージと、大型艦艇で安定的に出せるパーセンテージと、それぞれ比較しまして、その都度。で、どっちの方がパーセンテージ上かっていうので選んでいったらいいと思います。まあ、困ったら大型艦でいいと思いますけどね。アンリの場合は。当てにくいんで。うん。で、基本的に、ランク戦に関しては、すべての行動自己責任みたいな感じになりますので、リスクを高い行動を取れば、取るほど、自分にそのリスクを跳ね返ってきます。なので、多くの人はリスク取りません。っていうのも、頭の上の中に入れておくと、若干闇抱えづらいかなと思います。ほんとね、基本的に、自分の、責任の取れる範囲でしか、リスク負っちゃダメっていうのが、なんか、あれですね、ランク戦ですね。なので、まあ、チーム戦としては面白くないですね。俺絶対ランク戦の動画一回は面白くないって言ってるからな。ということで、こんな感じです。あ、ちょっと、今回は下でしたね。ちょっとダメージ出せてない期間があったので、ちょっと下の方ですか。まあ、ダメージ出せてれば上の方に来てる、もうちょっと上にはいけるかなってか、まあ、一番上とまだ500ぐらいなので、まあ、なんだ。まあ、この辺は運が絡んできますね。ただやっぱ、基本的には戦艦空母の方が取りやすくって、駆逐は出しにくいですね。セフスタ。っていう感じです。まあ、順用で取るんだったら2が一番いいかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ためになったよとか、また次回もこういう動画欲しいよって方は、高評価やチャンネル登録、コメントよろしくお願いいたします。それでは、最後まで、2回目になっちゃった。バイバーイ。